丸本明は、日本の自動車技術者、実業家。マツダ株式会社代表取締役、社長兼 CEO。主査として、開発を手掛けた2代目、MPV 広島県呉市出身。1980年に、慶應義塾大学工学部を卒業し、東洋工業に入社。シャシー設計のエンジニアとして、開発部門を歩み、3代目ボンゴ、4代目-5、代目、カペラ、クロノス、ボンゴフレンディのシャシー開発に携わった。その後2代目 MPV では、開発主査を務めた。2代目 MPV 発売直後の1999年6月、マツダ創業以来最年少の41歳で、取締役に就任し、品質部門や欧州でのフォードとの共同事業を担当。その後は経営企画や米国部門を担当し、2017年に発表したトヨタとの業務資本提携では、副社長として実務を担った。2018年6月26日、会長に昇格した小貝正道の後任として、16代目社長並びに CEO に就任。社長就任会見で座右の銘を聞かれた際には、同じく開発主査出身であった6代目、社長、山本健一の言葉である、飽くなき挑戦を挙げた。第152回定時株主総会招集ご通知。マツダ株式会社。2018年6月26日閲覧。ABC、自らを奮い立たせた、マツダ次期社長の飽くなき挑戦。ニュースウィッチ by 日刊工業新聞社。2018年6月26日閲覧。AB ニューモデル速報すべてシリーズ第249弾。新型 MPV のすべて。マツダ次期社長の丸本明らし偏りなく人を見る目。産経新聞。2018年6月26日閲覧。AB、マツダ、6月から社長に就任する、丸本明副社長が記者会見。飽くなき挑戦が私にとっても会社にとっても最も重要。カーウォッチ、2018年6月26日閲覧。マツダ、代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ、マツダ株式会社。http://www.mazda.com/JA/publicity/release/release/2018/2018/05/1805/HTML2018年6月26日閲覧。ありがとうございます。